おはようございます、釣り子 TV です。ね、ディーパー、ちょっとね、この城がワンサカいるんですけど、何分海で広いもんで、どこにいるかわかんないんで、これとかだったらね、投げて探せるし、まああとは適当に水に浮かべといて、反応が出たらそこで集中するっていう使い方もできるんで、で、まあ竿はこういうボツメ強めのビッグベイトロッドを持ってきたんで、使わない方の竿をディーパー用にしといてね、やってみます。で、水につけて Wi-Fi とつないで、これ多分お魚マークにしたら、あー、いこの城の群れいますよ。おっしゃ、来た。バレたよ。これはバレやすい。大丈夫だよ。ああ、危ない。ダメだ、でかすぎた。対応できない。でかすぎた。竿折られるかと。今、超巨大シーバス。うわー、やられた。ちょっと俺落ちそうになってさ、いやね、ちょっとね、ごめん、ちょっとダメだ。いや、本当に引きずり込まれるかと思った。いや、ちょっとね、怖かった。ダメだ、ダメだと思った。もう手バーンって当てられて、やばいよ。指ドラグとか何とかそういう話じゃなかったわ。ごめんごめん、せっかく来てもらったのに。見たかったね、どんな魚だったか。ビッグベラーやばし。この城見つけましたね。え、すごい、これでしょう。お魚イコンなくすと、まあまあこんな感じで映りますが、この下いっぱいいますよ。大変なことになってる画面が。バッチ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 、あー、ダメか。よしよっしゃー、
ジョイクロマグナム。いやついにマッチに続き俺もジョイクロ童貞卒業、ジョイクロチェリー卒業できました。いやここら辺すっげえこの白いからちょっと投げてみて。あーやたっぱらジョイクロマグナムにいいサイズ来ましたよ。ジョイクロマグナムフィッシュいただきました。ゴゴゴゴーっと来てくれましたよ。じゃあ逃がして引き続き、狙いたいと思います。はい、ね、ジョイクロマグナムと鈴木サイズもねちょっと長そうなんで測ってから逃がしたいと思います。イエーイ。だいたい75センチ釣ったところでございます。はい、じゃあ逃がしてね、引き続き頑張ります。